この後ヒコロヒータイの大スターにちょっとだけ勘違いされる。昨年ヒコロヒーがその年に圧倒的な活躍を見せた人を称える GQ メンオブザイヤー2023でブレイクスルーエンターテイナー賞を受賞。そこでタイの顔面国宝とも呼ばれるブライトさんと談笑する場面がありました。ブライトさんっていう、まあ、そのタイのもう本当世界的なスターの方で、まあ、タイの方っていうからテイ&ニューさんさ来てくれ、まあ、出てくれたやん、はい、VTR で、でその話とかしてて、まあ、でもその英語でさコミュニケーション取ってたから、うん、英語にしたらさ私の番組にテイ&ニューさんが、うん出演してくれたことがあるんだよっていう言い方になってまうの、はいはいはい、っていう言い方したら、わわえあのテイニューがあなたの番組にってなんか聞いてみたらなんかお友達みたいな、まあまあまあ、お知り合いみたいなこと言ってたから、あじゃあよろしく伝えといてねっていうこのよろしく伝えといてねって、はい、もうあたかも転入がわしのこと覚えてるみたいな誰みたいなことになった時の、うん、もう惨めさやばいですよ。なんでそんな嫌なことまっすぐ確かになんで確かに言わなくても違うその未来を想像した時に結構面白くて